つぶらな瞳の可愛い子ヤギたち、いやーずーっとこう見てられますね。私もちょっと失礼ながら触らせてもらって、いやー可愛い私が今日やってきたのは岡山市東区にあるルーラルカプリ農場です。お話は農場長の鈴木さんに伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年はヤギ何頭生まれたんですか？今年はね、赤ちゃんが今55、6頭生まれていて、あと2、3頭お母さんが産むかなどうかなっていう終盤に差し掛かっています。いや本当ヤギたちも小ヤギたち元気がよくって毎日振り回されてます。振り回されてます。抱っことかもできるんですか？抱っこはそうですね、まあ、座った状態でこうちょっと抱っこっていうぐらいのことだったらお客様に乗せていただきますね。あ、ちょうどみんな来ました。登場しました。登場しました。抱っこするの？はい、まさに抱っこしてくださいと言わんばかりのタイミングで登場、うん、少しだけ膝に乗ってもらいました。結構重たいですよ。重いんだよね。確かに結構ずっしり。何キロぐらい？重量感ある。今もうこの子で、そうですね、8キロ、9キロぐらいはあるので、あっという間に大きくなりますね。いや、他にも来てくれて、あ、私のこの服がかな、興味があるかな。皆さんあの遊びに来てくださった時は、ヒラヒラしたものとか全部ヤギかじっていくので、カバンとか髪の毛とか気をつけてください。そうなんや。すごい、でもこの小ヤギはすごい懐いてくれてて嬉しい。そうですね、この子はね、なぜか生まれた時からちょっとやたら人間に懐いてしまって、はい、かわいい。人懐っこい子ですね。すごい。さらに運よくタイミングが合えばミルクやりを体験することもできるんだとか、うん、はい、おお、尻尾がすごい。首振り立って嬉しいんだね。勢いよく飲みますね。そうですね、かわいい。まだまだそんなに上手じゃないんですけど、頑張って飲んでくれてますね。いやー、この一生懸命飲んでる姿もまた愛らしい。すごい力がありますね。そうですね、本当にちょっとうっかりするのペットボトル全部持っていかれちゃうぐらいの喜んでしかわいい。尻尾がかわいい。喜んでくれたな。嬉しいんだよね。喜んで、あのちゃんとお腹の中に入るとこんな風にしてプル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 っと。おいしいですか？おいしいですか？おいしいです。あとで吹き出しにしてうめえとかで書いて。いや、入れてあげてよ。入れてあげないの？うん、あ、入れてもらえなかった。農場の隣にはレストランがあり、ヤギのチーズを使ったメニューなどが味わえます。それがこちらです。カニの美味しそうですね。彩り豊か、そしてヤギの、ね、チーズが乗っています。こちらの前菜にもふんだんに使われてまして、いや本当に美味しそうですね。ありがとうございます。まずは前菜のかぼちゃをヤギのチーズと一緒に、真っ白で純白で、いや雪のようですね。いただきます。うん、滑らかで美味しいですね、はい、うん、ヤギのチーズなんでちょっと癖があるのかなと思うんですけど、本当全くなく、こう素材の甘みをすごい引き立たせてくれてますね。そうですね、はい、この臭みがないというのはどうしてなんですか？そうですね、まあ、衛生管理がまず一つで、オスヤギが少し体臭が強いんですけども、その匂いがやっぱり乳製品につきがちです。気になるこのオスヤギの匂いも衛生管理を徹底することで乳製品に移りにくくなるんだそうです。本当私今回こうお邪魔したんですけども、全く臭いということがなかったですね。だからこう癖がなくいただけるんですね。うそうです。続いてはこちらもヤギのチーズを使ったパニーノ、具沢山。わあ、美味しそう。では豪快にかぶりつきます。いただきます。うーん、美味しい。ヤギのチーズがいい働きしてくれてますね、うん、そうですね、はい、ヨーグルトのような、うん、ちょっと酸味があるところがいいですよね、はい、うん、その酸味がパプリカや肉と相性が抜群です、うん、そういうことです。やっぱりチーズっていうものはいろんな食材と合わせて食べるとより美味しく味わえる、で食材もより美味しくなるっていう、そういうお互いの相乗効果みたいな感じだと思うんですよ。だからやっぱりいろいろなものと合わせて食べてもらいたいっていう感じです。
チーズを使った料理を堪能した後はフレッシュなヤギのミルクをいただきました。あ、本当まろやかで、うん、美味しいですね。ほのかにちょっとこうヤギの香りもするんですが、うん、はいはい、全然臭みとかはなくて、うん、そうですね、はい、あっさりしてるし。この、 あのヤギのミルクはどうやって作られてるんですか？もうシンプルに絞るだけですね。もう絞るだけ。絞るね、ミルク。絞るそのままで。なんかごめんなさい、そうなるよ。何か入れてるかなと思う。もう本当シンプルにそのまま。すごい天然ボケ。炸裂やん。さすがです。なんか後味もすごいすっきりだし、まあ牛乳より飲みやすいって言われる方の方が多いですよ。元気いっぱいの小ヤギに癒され、ヤギのチーズやミルクに舌鼓、初夏の農場の魅力を大満喫した一日でした。いや、ヤギのミルクってのはおそらくお母さんのお腹の中で作られるんじゃないかなっていうのを思うんですけども、そうだと思います。はい、なんかすごく、ね、甘みもあったので、ね、うん、なんかこう思わず聞いてしまったんですけども、はい、失礼しました。いや、いいや、そんなそこまでじゃないよ。チーズの作り方は、ね、確かに気になるところではあるんですね。はい、あのルーラルカプリ農場では、はい、あの予約をすればバーベキューもできるということなので、はい、ぜひ、ね、これからの時期バーベキューなどでも、ね、楽しんでいただければと思います。ヤギ可愛かったです。はい、よかった。